はい、こんにちは、ガサガサフィッシング佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、先月かなに琵琶湖のね、滋賀県琵琶湖に、行ってきたんですけども、その時にね、2回とも、このチャンネルでは一昨年、去年かな、よく紹介した、漁師の作蔵さんですね、作蔵さんの家にね、ちょっとお邪魔してきたんですね。でその時に動画ね、ビアマス釣りとかね、紹介させていただいたんですけども、その後なんですが、ちょっとね、漁師さんの家にね、こうお邪魔した時に、せっかくだからって言ってね、すごくたくさんの、琵琶湖の魚たちの料理をね、少し、いただきました。もう本当にね、この半年ね、滋賀から離れてね、岐阜にいたんで、もう久しぶりにね、琵琶湖の魚のね、味を楽しんで、ちょっとパワーがね、もらえたかなというね、一日だったんですけども、その時のね、魚たちの料理を少し紹介しながら、その魚にね、まつわる話とかね、このチャンネルで紹介した時のね、話とか、いろいろそういうのをしていきたいと思います。ということで、まあ、岐阜にいても、まあ、隣のね、琵琶湖の話なんですけども、それでもね、この日本全国、この日本というところのね、日本産淡水魚たちの話なんで、もしよかったら、聞いてもらえたらなと思います。それでは早速どうぞ。はい、こちらがそのね、作蔵さんのところで、先日いただいてきた料理なんですが、まあ、琵琶湖の魚ですけども、どの魚がどの料理だか分かりますかね。はい、いくつかありますね。でこれ4品あるのかな、4品あるけど3種類の魚が入ってます。皆さん何の魚だか分かりますでしょうか。それでは、この魚たちをね、少し紹介するとともに、これまでのね、琵琶湖編でね、紹介してきた魚の映像とかも交えて、ちょこちょこね、お話できたらなと思います。ちょっとどんな展開になるか分かんないけどやってみます。はい、まず最初のね、この手前のね、魚なんですが、これは何かと言いますと、琵琶湖の固有種のイワトコナマズですね、シルルス・リソフィルスというね、ナマズですね。はい、でこれはおかみさんがね、釣りに行ってる間に作っといてくれたもので、お醤油とかね、お砂糖や、みりんとかね、入れて、炊いてあるやつなんですね。はい、でまあ皆さんね、魚好きの人は意外とね、マナマズですね、アソータスという種類なんですけども、まあ、日本全国的に見られるナマズを食べた人ね、結構いるんじゃないかなと思うんですが、食べてみるとね、結構臭いんですね。でやっぱりその泥のね、匂いが身に染みているんで、悪くせってね、思ったことある方多いんじゃないかなと思うんですけども、このイワトコナマズに関しては、そういったね、臭みが全くと言っていいほどないんですね。それぐらい美味しい美味だと言われていて、かといってね、どこにでもいる魚ではないんで、なかなかね、口にすることってね、機会ないんですね。で滋賀県に住んでいても、まあ、一般の人でもね、そうそう出会う魚ではないと思うので、実際には食べる機会ってないんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、よほどね、料亭とかね、魚屋さんとかに行かないと出会えない魚です。まあ、そんな魚なんですけども、実際に食べてみると非常に美味しいです。で特にね、まあ、あの漁師さんの作蔵さんやおかみさんも言ってるんですけども、とにかく皮が美味しいのよということで、まあ、僕はね、もう以前にも何度か食べたことがあるんですけども、確かにこの皮がね、とても美味しいです。で、まあ、もちろん味付けにもね、よるとは思うんですけども、例えばあのうなぎですね、まあ、うなぎもね、皮美味しいですよね。うな重とかね、最後に僕は取っといてね、最後に食べるんですけどね。といったことで、そのうなぎの皮に勝るともう劣らないね、なんならそれよりも美味しいですね。でなぜかというと、まあ、普通のうなぎに比べると、このね、普通の30センチ、40センチ、50センチ台の、ウマトコナマズであれば、皮がね、分厚いんですね。なので非常にね、プルンとしててね、食べ応えがあって、かなりしっかりね、口の中で味わうことができるんで、これはね、本当に美味しいです。はい、で今回ここでは紹介しなかったんですが、まあ、以前ね、このチャンネルでも紹介してますが、
この岩床生のお刺身ですね。これもまた美味しいんですね。もう多分ね、これお皿に刺身の状態にして、普通の人に、一般の方にね、こうどうぞって言ったら、絶対ナマズだとね、当てられる人いないと思います。もうそれくらい、ね、海の魚だと言っとけば、もうね、何にも躊躇しなく、ね、美味しいねと言って食べてもらえるぐらい、すごく、ね、しっかりとしたお刺身として、この岩床生でもね、味わうことができます。本当にね、美味しいんです。もううまく説明できないんだけど、本当に美味しいです。で、もう一種類ね、琵琶湖には、琵琶湖ナマズいますけども、まあこれはね、皆さんもよくご存知のように、ね、あんま美味しくないと言われてるんですね。で、実際に食べたこともありますが、確かにね、っていう感じでね、そうか、これがおナマズかという感じなんですね。なのでちょっと臭みもあるし、身がね、岩床生まずに比べて全然違くて、こう粗いんですね。なので、あまり美味しいとは、言い難いものなんですけども、まあ、それに比べると、ね、この岩床生まず非常に美味しいです。ある一面からなんですけどね、そういったところからも、この岩床生まずという日本産淡水魚の魅力が伝わるんじゃないかなと思います。そしてこの岩床ナマズですけども、今回食べさせてもらった岩床ナマズは、漁師の作蔵さんが、やっているエリですね。で、このエリ漁も大きな定置網なんですね。一箇所にこう網を設置しておいて、それを定期的に、揚げに行って、そこに入っている魚を取り上げて、という、漁なんですけども、その定置網のエリに、入ってきた、岩床ナマズです。で、これもエリもどこにでも入るかというとそうではなく、やっぱり生息範囲、生息域内でないとなかなか見られないし入らないんですけども、特にこの作戸さんのエリは、奥琵琶湖に面しているエリアに設置しているので、特にその中でも、非常に急斜面でね、まあ、岩床が好みそうなエリアではあるんで、入るね、回数というかね、入ってくる個体数も、まあ、そんなにたくさんね、ゴロゴロ入ってくるわけじゃなくてね、1ヶ月に2ヶ月溜め込むと、ね、まあ、数匹たまるという感じなんですね。で、これやっぱ地元の、魚屋さんにね、こう下ろしたりとかね、するんですけども、まあ、その中のね、1匹をね、いただかせていただきました。で、まあ、僕自身はこれまでこの人生の中でね、岩床は5、6回食べてるんですけども、まあ、非常に美味しいですかといってね、この飼育してたやつはじゃあどうなのかっていうことでね、僕は飼育個体はね、食べたことないんで、正直あの味が維持されているのかどうかっていうのはね、わからないし、あとはまあ僕の勝手なイメージからは、やっぱ飼育でもね、汚い環境でね、飼育してれば食べてもね、臭いじゃねえかって思う個体ももちろんいると思うし、ね、そういったことから考えると、やはりね、その天然の資源である、古琵琶湖でね、取れた岩ばかりのね、岩床ナマズは美味しいんじゃないかなっていうところですね。はい。はい、そして次に出てきたのはこちらはお刺身ですね。はい、もうこれはね、皆さん多分想像つくかと思うんですが、ビワマスですね。はい、ですね、まあ、琵琶湖の、固有種のマスですね。はい、でこちらはこの前もね、うちのお兄ちゃんが来て、一緒にね、琵琶湖にトローリングかな、行ったね、動画を、アップしてるんですけども、そういった感じでね、琵琶湖の沖合ですね、あまり岸にね、接岸して生活する魚ではないので、なかなかね、岸からキャストして釣るっていうのはね、まあ、無理ではないけどね、なかなか難しいっていう魚で、沖合のね、深いところ、冷たいところの層ですね、と暖かくなるこの水温薬層っていうのかな、変化しているね、層をね、こう泳いでいて、横エビだとかね、アユだとか、イサだとかね、そういった魚たちや、水生動物を、食している魚なんですね。はい、で、これは割りかしちょっとオレンジっぽくね、少し染まっていますが、
これね個体によってね、この実ですねが全然色が違うんですね。とっても白っぽいね個体もいれば、もうものすごいね、もう本当にあの鮭ですね、おにぎりの具に入れる鮭とかね塩焼きにする鮭と同じぐらいもうものすごいね綺麗な色をした、身を持っている個体もいるんですね。でこれはさっきも紹介したあの横エビですね、まあ、主に、そういった甲殻類を、たくさんメインにね捕食している個体は、このようにね綺麗な、サーモンピンクのようなね色をしているんですが、どちらかというとアユをねたくさん食べているような個体は割と白っぽいですねと言われているそうです、はい。でまあ、これはまあ中間地点のね、まあ、程よい色合いでね、実際食べてみたんですが、もう山さんは僕はねもう 何十回と、ね、食べさせてもらってるんですけども、まあ、これは美味しいですね。で本当に釣りたてもしくは1日寝かせたもしくはちゃんと水分をね、取りながらしっかり処理をしておくと2日目3日目あたりのねビアマスのお刺身もすごく美味しいですね。でこのビアマスに関しては、これまでもこのチャンネルではたくさんね、4、5本多分紹介してると思うんですけども、例えば、このトローリング釣りであったり、もう一つは今度秋になるとねサケマス類の、多くは秋に産卵をするので、まあ、伊東なんかはね春産卵と言われているのでね僕あんまりねそこ関わりがないんで分かんないですが、基本的に秋に産む魚なので、秋になると沖合から接岸してきてね川へ登って琵琶湖への流入河川ですね登ってきて産卵をします。なのでもう本当に鮭みたいなのがね秋になるとこう川を泳いでるんでね、まさかこの近畿地方でこんなでかいサケマスが見れるのかってね、初めて見た時は驚いたんですけども、本当にね、感動のしっぱなしでね、未だに、この光景を見ると、あ、いいなーって、やっぱ琵琶湖すげえなーっていうね、思いますね。はい。それでまた、今度春先になると、ランがね、孵化をして、孵化飼料ですね、もうお腹が大きなね、卵をですね、ヨークサックを持った、まだ泳げないようなね、ビアマスが、本当に大小さまざまな、河川のね、河床にこういるんですね。で、これは別に狙わなくてもね、その季節にこうちょっとガサガサをしたりすると、たまにね、こうポロポロ入ったりして、あ、ここにも産んでたんだっていうのがね、わかるんですけども、また大きくなってね3年4年ぐらいすると、産卵にね、スイッチが入って、また帰ってくるんでね、これがずっとねこの琵琶湖でねこれからも、引き継がれていってほしいなという魚の一つですね。でまたしばらくねして春過ぎになると3センチ4センチぐらいになったね可愛らしいビアマスがねこうポロポロガサガサに入ってきたりしてね、であと湖岸なんかにもねどんどん下り始めるんでね、見られるようになってきます。で襟に入り始める頃にはもうね人差し指ぐらいね可愛らしいねパーマークがついた、ビアマスのね稚魚たちが、見えて入ったりもしますね。そのあたりも多分ね、エリの紹介した時にこう動画でちょろっと紹介してんじゃないかなっていうちょっと記憶があるんですけど ねそんなのもあります。はい、ということで、まあ、このチャンネルではビアマスをね全体的にこう1年を通じてねご紹介できたのかなというところですね。まだまだいろいろな、実践があるんですけども、まあ、ざっくりとはね紹介していると思います。はい、そして次がこちら、こちらもお刺身なんですが、これ何の魚だか分かりましたか？これ実はフナなんですね。カラシウス属ですね。フナのお刺身はあんまりね、全国的に食べる習慣あるとこはそんなに多くはないと思います。まあ、他にもね、地域で、お刺身にするところはあるかもしれないんですけども、基本的に琵琶湖、滋賀県の琵琶湖の周辺では、昔から、フナですね。仲間を刺身で食べるという習慣が、とても根強く今も残ってます。
で実際スーパーなんかでもねちっちゃいパックに入って売ってたりするんで、なかなか他のね地域あんまり食さない地域の人たちにとっては、ね、ちょっと意外なね食べ物じゃないかなと思います。で実際に琵琶湖には、ね、3種類かな、フナがいて、まあ、全国的に見られる銀ブナですね。そしてニゴロブナ、これ固有種です。そしてもう1種類がゲンゴロウブナですね。まあ、全国ではヘラブナといってね改良された、個体がね、たくさんいろんな池や湖、河川にねこう放流されてヘラブナというのがとても流行っておりますけども、その原種というかね、基礎となったのがこの琵琶湖の、ゲンゴロウブナだと言われています。非常に大きくなって、ね、50センチぐらいになる魚なんでね、とても大きくなる船です。でこの辺りゲンゴロウブナについてはこのチャンネルでもゲンゴロウブナ漁お刺し網ですね、漁師さんの船に乗って取ってるところとか、あとは春先ですね、産卵期の季節にノゴイをね求めて何回も通ってね、産卵をね見たというシーンがあるかと思うんですけども、まあ、その時にもこのゲンゴロウブナがこう産卵にね来ていて、投網をしてね、取ったのかな、確か取ったと思います。そんなねシーンもあるかと思います。そしてこのお刺身は、まだお話ししてないニゴロブナというね琵琶湖固有種のニゴロブナのお刺身です。でよく見ると黄色いものがねこうくっついてると思うんですが、これ実は卵なんですね。はい、でコマブシといってね、よく言うんですけども、この親ですね、このニゴロウブナをお刺身にして、そして卵をですねまぶして食べるコマブシというね、お刺身なんですけども、これを、醤油とかね一口それぞれいろんなものをつけて食べるそうなんですけども、食べると、でもね食感もよく、美味しいんですね。でこのニゴロウブナに関してもやっぱりねこの浅いとことかちょっと泥が多いところで取ったものに関しては、ね、お刺身はちょっと泥臭いんじゃないかなと、僕個人では思っております。ただこの琵琶湖のね奥琵琶湖だとかこの北湖の深いところにね面したところで、泳いでいたニゴロウブナのお刺身は、先ほどの岩床ナマズと同じようにとってもね基本的にイメージしているようなこの泥臭さがないので、楽しめる魚じゃないかなと思います。それからあともう一つ、ここにはなかったんですが、あの鯉のね、洗いもね、これは割と全国的に食べられる地域多いんじゃないかなと思うんですが、ね、鯉の洗いとあと鯉にも、ごまぶしにしてね食べたりするととっても美味しいです。それからあともう一つ、先ほど紹介したゲンゴロウブナも、ごまぶしで、食べることが、割とあるんですね、この琵琶湖ではね。なので、ね、このフナや鯉の、を食す文化っていうのはねなかなか、最近ね年々、減ってきている食文化の一つじゃないかなと思うんですね。ただ例えば小さいねこのエビぐらいのね小さい小ブナですね、まあ、銀ブナをがメインだと思うんですが、そういったものをね佃煮なんていうのはねよくお正月に、よく重箱にこう入ってね食べたりするのは今でもあるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、それも含めてこの淡水魚のね食文化、これからね10年20年30年50年先にね、まあ、生き残ってんのかなってねちょっと思っちゃうぐらいねちょっと僕個人では心配してるんですけども、まあそういったね日本のこれからの人たちがね日本産淡水魚を食する機会っていうのはねやっぱり途絶えてほしくないなっていうのが、個人的な、気持ちです。はい、そしてこの奥にあるのは皆さんよくご存知の、船寿司ですね。で船寿司は、ね、今もこれもねもう何度もね紹介はしてきてるんですが、ニゴロブナですね、琵琶湖の固有種のニゴロブナを使った料理が、基本的にはメインです。でこれもニゴロブナなんですね。でこのニゴロブナの船寿司は一番イメージでね強いのはやっぱ臭いと、全国にもね臭い魚の料理
たくさんあると思うんで、まあ、大体そのね話をすると、三大臭い魚料理にこう上がってくるんですけども、臭いといっても、実際にはねすごく発、まあ、基本的に発酵食品で、なので、そういったね匂いを発することがあるんですけども、ただこれはもうこれまでにも紹介しているようにこの作り手ですねによって全く別物のね、料理に仕上がってるんですね。なので本当にね、臭いさが強い、うなじ寿司を作る方と、匂いがほぼないと、全然これもうお皿は今日1時間部屋に置いてるけど匂ってんやんけってね、思われるぐらい匂いのないうなじ寿司を作る人と、まあ、いろいろおられて、まあ、僕ももう何十人もね作った方のうなじ寿司食べてきたんですけども、本当にね同じ味をねした、うなじ寿司って出会ったことないですね。なのでみんな、味も匂いも、違うんですね。で実際口に入れてみるとちょっと酸っぱみの強い船寿司とかね、こう塩気の強い船寿司とか、あとは柔らかくてね、食べやすい、非常にね噛み応えもありながら柔らかい、それからあと骨がねあまり柔らかくなってない船寿司だったりとかね、まあ、いろいろあります。なのでこれは一回食べて、あこれ船寿司はこうだっていうね、今日決めつけは僕は絶対してほしくないなと思っていて、例えば1回目ね、これはもう臭くてもう息できんわっていうぐらいね臭いのを例えば食べた方がおられたとしても、もう1回ねじゃあ違うの今度買ってみようかとかね、おじさんにもらったの1回食べてみようかとかね、そうやって何度も3回4回5回といろんな人のね作った船寿司を食べていってもらいたいです。そうすると、その味のね、良し悪しがだんだん分かってくると思いますし、いやこの人が作った船寿司が一番だとかね、そういったねことも分かってくると思います。ただしまあ一般的なねちょっとアドバイスをすると、やっぱちょっと真空パックにねしちゃったやつはねちょっとね、せっかくねそれも真空パックにする前はね多分美味しかったと思うんですね。ただ少しねそうすることで、食べにくくなっちゃうかなっていうふうに僕はね、僕の経験上なんで、もうそうでないものもあるかもしれないんですけども、そういったこともあるんで、できればこの樽からね、こう揚げたばかりの船寿司を、何度か味わってもらいたいなと思います。で、まあ、この作戸さんたちのね作った船寿司も、僕の中では、トップ3に入るぐらいの、船寿司で、全く抵抗なくね、うんってね口の中に入れた時にあうんって思わない船寿司なんですね。入れても、美味しいと。でこれ噛めば噛むほどとにかく味がね、どんどん出てきて、このまあよくね言われるこの旨味成分ですね、発酵食品でね、あんま詳しくないけどグルタミン酸とか なんとかさんとかね、日本人がね美味しいとうまいって思えるこの旨味成分が、たくさん凝縮されている食べ物 で発酵食品であるので、その雑菌とかがね入ってない本当に ね美味しい、船寿司はもちろん体にもいいんで、これからもね特に魚好きの人にはねたくさん食べてもらいたいなという食べ物ですね。でこの発酵食品に関してはこのカンボジアですね、僕が昔、以前前ねいた12年いた、カンボジア東南アジアでも、発酵食品はねあって、もちろん船はいないのでね、カラシウス属はいないので他のコイ科の魚がメインになってくるんですが、こういった、基本的に よく言われる塩からですね、塩で漬け込む、発酵食品の魚の料理というのはね、調味料だったり料理っていうのはたくさんあるんですね。なのでこういったね東南アジアから中国そして日本へとねこうだん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 この発酵食品のね文化っていうのが伝わってきてるんじゃないかなっていうところなんですね。
ただこの東南アジアは割と暖かい亜熱帯地域が多いんですけども、そしてこの日本はねこの温帯地域なんで、気候が違うことでね同じものはやっぱ作れないんですね。だけどその土地土地にあった、作り方っていうのがやはりあるようで、この日本の船寿司ね、琵琶湖の船寿司作りと東南アジアのね塩辛作りは、やはりねちょっと違う部分があるんですね。でこういったのをね研究している、方もたくさんいますし、あとはこういったねこの本ですね、もうたくさん出ているんで、このね読んでもらうととってもねこの淡水魚もね、例えば飼育だったりガサガサだったり釣りだったりっていう面でいつもやってる方でも、この食という面からねこう攻めていってもらうと、よりこの魚に対するね、愛着というかね、この気持ちが、さらに強くなって、大好きになってくるんじゃないかなと思います。はい、ちょっとねもう ぶっつけ本番でね、思いつくままに今喋ってるんで、全く台本がないんでね何を喋っていいか分かんないんで、とにかく途切れないようにね頭をフル回転させて今喋ったんですけども、まあ、こんな感じで、今回は作戸さんのお家で岩床ナマズとの炊いたやつ、そしてビアマスの、お刺身、そしてニゴロブナと、その卵のまぶしたこまぶしのお刺身、そしてニゴロブナを使った船寿司ですね、紹介させていただきました。はい、そして、ちょっと最後になるんですけども、実はこの前にね、ずっと流れてた映像が、実はね去年ね、船寿司を、作造さんのところでね1年間かけて一緒に作ろうということで参加者をね募集して、3組限定だったんですけども、3組の方が、募集をしていただいて、1年間ね一緒に船寿司を作ってきた時の映像なんですね。でこれずっと使ってなかったんで、ここでねせっかくなんでご紹介しようかなということで、紹介させていただきました。ありがとうございます。皆さん来てくれて本当にね1年間楽しかったです。はい、そして、本当にねこの映像をねちょっと振り返ってもらうとあったように、本当に魚をね、漁で取ってきたところからスタートをして、さばいて鱗やね内臓を取って、塩をね入れて、漬け込んで、そして、それが春なんですね。で今度な夏、季節が暖かくなってきた頃、塩切りといってねこう水をで一回ね塩を少し洗い流して、そして、天日干ししてね、あ影干しなのかな干して、少し乾燥させて水気を切って、その後第2回目ということで、今度はお米をですね、船と一緒に漬け込むというね作業をして、そしてさらにまた数ヶ月待って、12月前後からね徐々にこう食べ始められるようなね季節に入っていくんですね。そういうことで本当に春から冬までですね1年間かけて作った様子をちょろっとですけどね紹介させていただきました。ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。それではまた。いや今日はね長かった、20分以上だね、長いけどね、でもまあせっかくちょっと伝えたいこともたくさんあったんで、今回ね紹介させてもらいました。